なぜ今みたいな技がすごく必要になるかというと、ね、柔術ってその潜りが発達してるんで、例えばやっとここまで行ったとか、なんかあのそうこういうことをされるんですよ。要は、まあ、結構向こうに上に俺は上に上がりたいし、結構普通だったら押し返すから、うわーって、でもこう、押し、なんだっけ、それに打ち勝って、ここまで行けば、よっしゃもう、だって押そうとしていいと。押しても効かないから、ね、足抜いて、抑え込みだわ、みたいなことになるんだけど、まあ、柔術の人とやったことあったら、こっから、上手い人って右手、例えば股に入れてきてさ、うん、で、そう、俺もこっちにやっちゃうんだよね、やっていいと。こう言われると、うん、あのこの形って押し返されるのには強いけど、向こうに持っていかれると意外と抜けるんだ、相手がパッとピヨッと開けて、うん、でこれがされるとすごく嫌なんだ。でだからこれをされない方法っていうのが結構いろいろ開発されてて、一つは左手がどうしても首すくうと思ってるんだけど、一人僕も脇すくっちゃう、なんかしていいと。これ困るよね。別に上半身の決め方としては弱くなるんだけど、相手が右手を俺の股に入れれないから、潜りはできない。うん、で、これをもっと、これをこうなしたら、なんかこうすればいいんじゃないみたいな。よく考えるよね、こんなのね。うん、だってこうしたら、よしんば足。まあ、すくってもさ、やりな、潜れないよね。で、しかもこれ、こっちで足抜けちゃうから、うん、だから、これを得意にする人は、上手い人はすごい上手いのね、うん、というのがあるんで、もう一応やっとくとね、すごくいい、ありがとう。